ミスター鹿児島、京田寛治です。人生には誰にでもスポットライトが当たる瞬間があります。一番最後にスポットライトを当てていただけるよう頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私は歌をやっております。歌というのは表現力がすごく大事なので、人に伝えるということをすごく大事に考えながら日々過ごしています。ミスタージャパンを通して自分を知っていただいて、初めて自分のことを知っていただける人にも積極的に関わっていけるようにやっていきたいと思っています。 So sad and slow So why can't I turn off the radio。 ミスター鹿児島、よろしくお願いします。ミスター大阪の雑賀雄大です。本番では見た人に忘れられないような印象に残るような舞台をクリエイティブできたらいいなと思います。いろんなことに興味があって、カメラであったりミュージカルであったりアメフトであったり、多趣味ってところが僕の魅力なんじゃないかなと思います。アメフトは高校の時に全国大会優勝して、みんなで泣いて笑って終わることができました。やっぱり日本って四季春夏秋冬の移り変わりの美しさっていうところがやっぱりすごくて、それを世界にもっと伝えていけるような人になれたらなって思います。ミスター大阪、全力で日本一取りに行きます。ミスター熊本、さつきなつきです。私は普段舞台役者をやっております。舞台において僕が大切にしていることが、魂の力っていうのをストレートに表現することを大切にしていますので、その役者としてのところを評価していただけるように頑張りたいと思います。役者をやる前は看護師をやっていたんですが、人が一生懸命生きる、その生きる輝きだったりっていうものを芝居で表現しています。自分がどこまで勝負できるのかっていうのを試してみたいと思っているので、ジャパンになっても満足をせずに世界一になるために自己検査を続けていきたいと思います。ミスター熊本、よろしくお願いします。